曲も含めてですね、今度10月の24日25日、ライブスポットラグにニューヨークトリオが来ます。27年目になるニューヨークトリオで今やった曲とかですね、他にも少し新しいアイデアを含めてやりたいと思いますので、ぜひぜひお越しください。いやもうフェロン・アクラフ、ドラムス、そしてベースのセシル・マクビー、この2人とはもう27年一緒に毎年やってるんですが、2人とも大変元気でそれぞれ、活躍をしております。ついこの間はね、セシル・マクビーさん80歳の誕生日になって、で自宅で大騒ぎをしてるのを、フェロンさんが電話で、してきてくれて、誕生日の生中継を、聞きました。とても楽しみです。ますますかくしゃくとした元気な、特に年上のセシルさんは、私も見習いたいと常々思ってる素晴らしいミッションです。今チラッとやったあのあれで、あれだって分かる方は、まあ音楽好きの方ですが、あれのドヴォルザークの新世界ですね。我々、私のスペシャルビッグバンドでレコーディングをして今度それリリースしますが、それをこのニューヨークトリオでやったら良いであろうと思いまして、2人も驚かせようと思いまして準備してます。それからあとはね、バッハのチェンバロコンチェルトというのも私別の仕事で練習したので、せっかく練習してできるようになったのもったいないから、それもこのトリオでやっちゃおうかという、ちょっとすごいアイデアもあります。それでその他はですね、昔から聴いてくださる方のために、それから我々の楽しみのために、今まで我々がやってきてみんなで好きになってる曲ね、我々の中でもヒットしてる曲から皆様も、このトリオならあれだなっていうようなヒットパレードを、並べたいと思ってます。2日間あってもですね、ジャズという音楽はテーマは同じでもその日その日でその即興演奏を聴かせするのがジャズの音楽ですからね。それは1日目こうだったんじゃ、じゃあ明日はどうなるんだろうと思って来なきゃ損です。ですから絶対に2日続けてきて、どこがどう今日はこいつは違うんだっていう、そこのところを見定めるのが面白いですからね。全国で10カ所あります。ただし2日連続というのは京都ラグだけですね。そうですね、今までニューヨークトリオが出した全てのアルバムを、聴いてくださる、あるいは一番最新作はグランディオーソーというのがありますから、その中からも必ず何曲かやります。皆様、10月24、25、今日のライブスポットラグ、どうか置いてください。